さて、現在の我が国ではこの11月3日というのは何の日ですか？そうですね、文化の日という国民の祝日になってはいます。しかしこの日は、先ほど私が申し上げたように、もともとはこの日は明治天皇のお誕生日なんです。で、戦前までは明治節という名で祝祭日にそうされていました。しかし戦後に GHQ による占領政策の一環としてこの明治節が否定され、無理やり文化の日を変えさせられてしまって現在に至っているんですね。明治天皇のお誕生日である11月3日、この事実を記念すべき重要な日を私たちは無理やり忘れさせられたまま、戦後何十年もの間、経済の発展のみを中心として日々を過ごしてきました。しかしその結果どうなってますか？いつしか我が国から教育直後の道徳心が消えてしまったことによって、殺伐とした世の中になってしまいましたよね。また先人が日清日露などによって命を懸けて守ってきた我が領土、今どうなっていますか？他国から侵略される、あるいはされようとしている、これが平然と行われているじゃないですか。そういう危機が長く続くなど、気がつけば我が国の存立そのものが非常に脅かされている、そんなところまで来てしまっていると言っても過言ではないでしょう。今の私たちに求められているものは何でしょうか？国家存亡の危機に際して果敢に立ち向かい、結果として我が国を世界に冠たる一流国として引き上げた、明治の精神そのものが必要なんじゃありませんか？明治の精神を私たちはどこに忘れてきてしまったのか。だとすれば、我が祖国日本が明治期のように再び輝きを取り戻すためにも、明治天皇のお誕生日である11月3日、これを文化の日ではなく明治の日と改めることが大きな意義があるとは皆さん思いませんか？皆さん思い出してください。かつて昭和天皇のお誕生日であった4月29日はどうなりました？もともと天皇誕生日でした。それが陛下の崩御後に緑の日という曖昧な祝日に改正されましたね。しかしその後、国民の間から湧き上がった熱意によって、今は激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致すという昭和の日として蘇っているそうなんですが、それと同じですよ。で、昭和といえば、確かに昭和天皇のご存在は非常に大きなものがありましたし、昭和といえば激動の昭和というフレーズがぴったりきますよね。それは確かにその通りです。しかし皆さん、激動の昭和ってのは昭和だけのものですか？単独でつながってるんですか？歴史切れてるんですか？そんなわけないでしょ。激動の昭和は単独で存在するのではなく、明治の精神と連動して我が国の歴史に大きな流れを生み出しているんじゃないんですか？そしてその流れはもちろん現代にもつながってるんじゃないですか？歴史の断絶ふざけんじゃねえよ。全部つながってますよ。神代から我が国に存在している美しい歴史、これを実感する意味においても、
今こそ私たちが日本国民が一丸となって明治天皇のお誕生日である11月3日を明治の日として堂々と復活させることに一体何の問題があるというのでしょうか。皆様もぜひともご検討いただければと願っております。以上をもちまして第40回よくわかる歴史講座すべてを終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。